フリックスバスの車両、フリックスモビリティは、ドイツミューンヘンに本社を置く会社で、欧米でフリックスバスなどを展開している。前身は2011年にゴブスとして設立し、2013年現名称になる。2018年からは、鉄道事業に拡大。同社の事故として、2019年5月にドイツで3人負傷、同月スイスで1人、死亡、10月にも、 フッツ・ビザネットでも一人が死亡する事故が発生している。ドライシュ・ワーバー・レッツ・ツバイ・フリクスパス、アンフォール・イン・アイ・ナー・ナハト。ベルリーナ・ツァイトゥング、2019年6月5日、閲覧。ウンモーイ60ブレスダンウンアクシデントデカー。トリビューン・デ・ゲネベ、2019年5月20日閲覧。ウンモーイ17ブレス、ドント・ウングレイブ、ダンウンアクシデントデカー・フリクスパスダゲル・オーデ。 L.O.B.S.2019 年10月6日閲覧。ありがとうございます。